礼を言おうと思っての。会ったばかりのナルトに随分と親身になってくれるからの。昔の知り合いに少し似ていたんでな。昔の。悪いが急いでいる。ところでお主、内葉サスケか。ねえ、なんてな。旅芸人と偽っていたのはすまない。我々はあまり存在を明かせる立場ではない。だが裏敷からナルトを守りたいというのは本当だ。前の戦いでナルトを助けようとしていたことに。だがお主らの正体がわからんのも確か。取引をせんか。お主らのことをこれ以上詮索しない代わりに敵の裏敷について情報をくれ。気配はまだない。だがあいつはチャクラを抜き取るためにここに来た。あくまでも狙いは強大な九尾のチャクラだ。そうか。裏敷のチャクラを抜き取る術はあんたの施した封印術で防げると分かった。だがわしの術も盤石とは言えん。裏敷には他にどんな術がある？特殊な術で空間を移動することができる。時空間忍術の類か。それはまた難儀なものだ。だが奴がその術を使えば俺はそれを感知することができる。ほう。他にも術はあるだろう。やはり敵の強さは未知数か。もし九尾が裏敷に渡ることになったら我ら忍びに未来はない。ならば何としてもナルトを守らねばならん。九尾を奪われぬようにな。とにもかくにも裏敷からナルトと九尾を守る策を考えるとするか。あの二人の修行はどう転ぶかはわからん。特にナルトは器用じゃないからの。連携術なんぞ無理かもしれん。しかし子供もまた未知数だ。ボルトはナルトとチャクラだけではなくどこか似ておる。まっすぐな良い目をしておるからかのう。